仕事の休憩というか配達の合間にラビッツさんの試食の動画を試食の動画を見てしまってね、やめてくれる？お腹すくからなおさんだっけ、あれ食わせすぎでしょいくら試食とは言うの、あら太るね、なおさん太るよあれこの卵入りのがちょっと美味しそう、やっぱあの今屋のハンバーガーと言いながらのホットドッグね、今屋のハンバーガーさんのあの卵入ってるやつ、あれうまそうだもんね。自分実際食べたことないんですよ。今有名って多いらしいのよ、お客さんも行列がすごいらしいんで、食べてみたいね。食べたところを動画に撮って出せたらいいんだけど、ね、おじいちゃん健在らしいんでね、一回はあの方がいらっしゃるうちに行ってみたいんですよね。まあ、僕はもうラビさんのあの試食の動画の中では卵あれ一押しです。美味しいのよ卵はやっぱね、あんこといちごのやつはね、ラビちゃんなんかいろいろ特許とかなんかいろいろ言ってるけど、あれね結構あると思うよあれ結構どこでもやってそうな気がする。動画でもなんかあったよ同じようなやつがね。本当は見た目じゃないからね、もう味だもんね。ほら、インスタ映えとかって言うでしょ。本当は見た目とかも大事なんでしょうね。ラビさんのハンバーガーのホットドッグ。若者人気はどうあれ、我々の世代のハートはがっちり使いますよ、あのホットドッグでということで、こっちに来なくていいよわざわざ俺が食い食いよそっちにということで、進展があれば動画にしていきたいとみんなに教えてください。楽しみしてます。ではこの後18時指定のお荷物を配ってまいります。じゃあね。